日本の三味線いろいろ、4日目の後半は時和図をお送りします。浄瑠璃の時和図高野さん、そして、三味線の時和図塩さんでお送りします。時和図塩さんは、研究者としての顔もお持ちで無形文化財の研究をされていて、前原めぐみさんという、本名で、そちらの活動はされておられます。今日はその2つの顔を両方ご披露されながら、素晴らしいその時和図の世界を、紹介いただきます。では拍手でお迎えしましょう。座らせていただきましょうか。タイムをキープするために必要です。今ご紹介に預かりました、私時和図塩、本名前原めぐみ、そして、今日声のパートですね、時和図の声のパートは浄瑠璃というふうに言いますが、こちらは実は分業になっておりまして、そちらの助演ということで時和図高野さんにお願いいたします。ですね、プログラムを見てこれ3人なのかと思われた方には申し訳ないんですけれども、で披露するほどの顔ではないんですけれども、演奏も、まあ、かじっておりますし、研究の方もかじっているから、見えることも役得のところもあるかなと思うので、そういうところを少しご紹介しながら、時和図節の魅力というのをお伝えしたいと思います。さて今日せっかくですね、お時間をたっぷりいただきましたので、ここを楽屋とするならば、はい、楽屋入りましたというところで、私としてはまず三味線を用意をするわけなんです。で、お天気が、まあ、良ければ、実は長箱といいまして、全部三味線を組み立てた形で入るケースで持ち歩くことが多いんですが、今日ももしかしたら夕立が来るや来ないかというようなお天気の場合は、三つ折れといいまして、3つに分解をして小さなケースに入れて持ち運ぶことがあります。ただこれ今時の流行りではございませんで、江戸時代から普通にあったことです。で、3つじゃなくて5つに、折りたためるとか、まあ、11ぐらいもあったかなと思うんですけど、だんだんどこがどの部位だか分からなくなるぐらいですね、折りたたむようなことは今に始まったことではないんですが、今楽屋に入りました、今日は三つ折れですとなったら私は何をするかっていうのを、恥を忍んでお見せをしてしまいたいと思います。これが見えるかな、三つ折れのケースでございまして、これもですね、今はこれ霧の箱に革を貼ったようなケースなんですが、もうちょっと軽い軽量化されたものもあります。たまたま出払っていて、今日わざわざ重いケースで持ち運んできたということもあります。3つに分解されてるんですけれども、まずこれが銅ですね。でその上に竿の部分がポコッとつくわけですね。でじゃあその上の部分はというと、最後てっぺんにこれがつくんです。天神の部分になりますが、これを組み立てるということがまず始まります。座らせていただいて、高野さんもどうぞ、楽屋と思ってゆるゆるやりますので、お話ししながら参りたいと思います。しかしでもこの分解したものを組み立てるにはですね、やっぱり精緻にできてないとダメなんですね。しかも楽器ですので、つながったらまあもういいやっていうんじゃなくて、それをそのまま演奏しますので、ちょっとガタガタしてるなということでは困るわけですね。そのあたりが非常に日本の職人さんの技だなというふうにいつも思うんですけれども、こういうふうに銅の部分が出てきました。ありがとうございます。でここにポコッとはまっているのは、こういうふうに折りたたんだところの時にはめる、なんて言うんでしょうかね、まあ、仮継ぎって私たち呼んでいますけれども、キャップみたいなものですね。ここの上のところデコとボコがありまして、見えるかなと思いますけど、ご存知の方も多いかと思いますけど、先生の前ではお恥ずかしいんですが、金属がちょっと中にはめ込んでありまして、ぴっちりはまるようになってるんですね。こういうふうになっています。でこれは外す、持ってみましょうはい、ありがとうございます。そしてじゃあその次につけるもの、この子もですね、袋から出してみます。よいしょ。
やっぱり両方についているんですね。よし、両方で、こう見ると、まあ、やっぱり出っ張っててへっこんでるから、さっきのデコとボコとなんとかこうくっつければ要するにいいわけなんですけれど、まあ、ここに種で2とか3とか点があるようにですね、こっちか、よいしょ、こっちか、両方はまるわけじゃないんです。実は整地にできているので、どちらかしかはまらないというので、こういうふうに番号が書いてあったりするんです。でこの場合はこうなんですけど、でデコとボコをくっつけて、まあ、はめただけです。この後、とやると、まあ、ここまでとりあえずできました。これで演奏中に外れることはまあ通常ないですね、ということで。これ逆に無理やり入るのかな、入んないですよね。入んないしバキッと折れるかどちらかですね、ということになります。でさらにこの上に、普段こんなことして置かないんですけど、まあ、ちょっとやってしまいます。天神の部分ですね。これ天神様の天神というふうに書いたり、いろんな当て字をしますけれども、このカーブの部分がすごくやっぱ書けやすいんですよね。なので、座布団みたいなのキャップをしておりますが、まあ、これは演奏するときは取ります。やっぱり仮継ぎがあります。パカッと取ると、まあ、デコボコがあるわけですね。かなとやってですね、とやったら接着剤もネジもいらずに、これでまあ一応一つにつながります。であとはここの部分を、まあ、糸がね今巻きつけてありますので、よいしょ、よいしょ、まあほどいてやって、ギュ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 ッと、どこにこれ行けばいいのって言うと、ここ先っぽがありまして、ここに引っ掛ければいいだけということになります。で、できたと思うんですけれども、まあ、これじゃ当然音なりませんで、コマというものをかけていきますね。で、コマをかけてちゃんと調弦をしてから、まあ、30分だとちょっと怖いかな。そうですね。1時間ぐらい欲しいかな。楽器自体も落ち着くし、糸自体も、まあ、張った後にちょっと落ち着くために1時間ぐらい本当だったら、置いた方がいいかなと思います。でこれよく料理番組であるパターンですが、何分間クッキング的なんですね。でこれを、組み立ててからというか、一つなぎにして、ありがとうございます。コマをかけた状態にしたものが、はい、電子レンジから出てきます、ね、でコマをかけるとこういう状態になりますね。はい、ところでですね、コマは今部品としてくっつけましたけれども、糸、それから、バチっていうのももちろん必要なんですね。でバチの話を少し先にしちゃおうかなと思います。それは先ほどね、梅津先生が柳川の三味線の話をなさっていて、いろいろとね地唄の三味線にもあるんだよっていう話をされていたところの、まあ、つなぎという部分もあるんですけども、こちらのバチ、時和節のバチっていうのはどれかって、どういう感じかというとですね、これまあ私が今舞台で使っている象牙のバチになりますね。もしかしたらさっきね、地唄の方の、九州系のものに若干似てるかなみたいな雰囲気はあるんですけど、ちょっとこのカーブとか横から見ると違いますけどね、角度が違いますが、大きさはまあまあ似てる方かなというふうに。で他にもいろんな三味線皆さん今回ご紹介されているので、見たり聞いたりしてらっしゃると思うんですけれども、長唄があったと。長唄もバチをもちろん使うんですが、これ長唄のバチの木のバチね、お稽古用とかには今でも木鉢を使うんじゃないかと、似てると思うかもしれないんですけど、こんな違うんですね。大きさありますかね。結構違います。で、まだ
あります。義太夫節も皆さん、見られたり聞かれたりしたと思いますけど、これです。これプラスチック、また、お稽古用ということになりますけども、こういう形、こう見ると先ほどのね、あの絨毯のところでご紹介された、あ、柳川三味線のあれに似てるかな、いや似てないぞっていう、このあれですね、このひら、この最後のところのこの厚さですよね。これがまあ、あのズドーンというようなお腹に響くような音を出す、そのアタックの元になっているのかもしれません。ここはあんまり開いてない、大きく開いてないんだけども、全体が長くてしかも厚みがしっかりあるっていうのが義太夫節の、バチの特徴になるかなと思います。時和津節と比べるとこんな感じです。長さは随分長いですよね、義太夫節で。開き方はまあ狭いんだけど、厚みがすごい最後のとこまであるっていう感じになります。で、今あの素材もね、いくつもお見せしちゃったんですけれども、昔はもちろんね、あのその、象牙なんていうのはなかなか高価でしたし、今は逆の意味でワシントン条約で高価になっておりますけれども、象牙がまだそんなに使えないという時にはお稽古用の木鉢、これは菓子が多いと思いますけどね、菓子鉢が多いと思います。で、横を見るとこう色が違う部分があるのがありますか。そこは蓋をしてあるけど中に鉛が仕込んでありまして、重さを調整それでするようになっています。だから小ぶりだから軽いとか重いとかっていうんじゃなくて、ここで調整ができる木鉢、菓子鉢で、プラスチックの鉢が最近ではねあります。もう一つ、どうもこれはね、象牙を使いたいんだけれども、象牙は高い、でもプラスチックにするのもなんだしな、木だと見た目でバレちゃうしなというところでですね、代替品っていうのもみんな研究してるんですね、楽器屋さんが。で、一ところ、出回っていたのが、その名もアイボラーというのがありまして、アイボリーっぽい、ものなんですけど、これ時和津の象牙、時和津のアイボラーという状態で、まあ何が違うんだろう、プラスチックと象牙の間どう違うんだろうって話なんですけれども、感触ではですね、これ見ていただくと分かるように、ちょっと黄ばんでたりするんですね、象牙。これは多分汗を吸った証だと思うんですけれども、まあ、今すでに汗だらだらですけれども、照明を浴びたり、演奏しているうちにどんどんね、汗をかく、手に汗をかくっていうことがございます。それを象牙はずっと、吸収をしてくれる、生きていて呼吸をしていて吸収をしてくれるという言い方をする人がいます。あとはしなりがいいとかですね、プラスチックだとツルツルして、汗かいてくると滑っちゃったり、あとはしなりがあんまり大きくないので、ある時パキッとかけたりですね、アタックに対して。その通用感だというのがアイボラーって言われてたんですけど、若干最近見なくなりまして、ネット上で高い値がついているという噂もあります。やっぱり新しい代替材料を開発するときって、需要と供給のバランスが取れてないとそれ以上の開発ができないんですよね。ですので、そういう難しさもちょっとあるのかなというふうに思ったりもするんです。まあ、そんなお話なんかも交えながら今日行きたいんですが、私はとりあえずこれで3分間クッキングで組み立てました。で、こちらの浄瑠璃の方のお道具ですね、はい、はい、譜面台にあたるものを見台、見る台というふうに書きますが、それは、義太夫節なら義太夫節の特徴ある見台があります。すっごいでっかいふさふさがついていて立派な蒔絵が施したあたりにですね、するんですけれども、で、長唄さんのはもうちょっとシンプルな見台だったんじゃないかなと思います。で、時和津の場合は2種類あって、1種類は今日ここにはないんですけれども、朱塗り、漆でも朱塗りで、タコ足見台って本当に見ればわかる3本のこうタコのこういう足が、その板を支えているという、なんか安定感悪そうっていうようなですね、見台があるんですけど、それはもう歌舞伎で一発で分かりますね、あのなんか赤い見台持ってるよみたいな、それ見て歌ってる語ってるっていうのは時和津節以外にないんですね。ですので、赤い見台を使ってたら時和津節でも、昔は、その、朱塗りの、小足の剣台は段物って言われる、まあ、作品のレパートリーにしか使わなかったらしいんです。そうじゃないものはこちらの剣台を使うということで2種類あるんです。今はもう歌舞伎だと大抵、まあ、目立つもんですからね、あの朱塗りの剣台を使うことが多くなって、その辺が曖昧になってきてるんですけれども、じゃあ、今割と使われているタイプの剣台でございます。一
あの塩さんの持ち物なんですが、あの漆塗りで金の巻き絵も一応入ってますので、すごく高価なものなので一応手袋させていただきます。あの普段はあまりこんな丁寧にしないんですけれども人様からのお借り物なので私も一応あの先代あの師匠から譲り受けたものを稽古用の剣台は持ってるんですが、あのちょっとこちらに持ってくるのにあの舞台映えがしないというかお稽古用なので今日はお借りいたしました。この部分をまず鏡と言いますね。鏡と言いまして、この上にここにあのあの出っ張りがあるんですが、あの本がちょうどここに乗っかるように出っ張りがあります。これにまず棒をつけ、なんていうのかしらね、柱って言います、うん、つけます。シュッシュッシュッ。これもね、ある種あの指し物師の仕事でして、私これも持ちたいってあのたまたまね、あのボストンに行くことがあってですね、そこで披露、まあ、ちょっとやってくれっていう話になったんですね、時はず。でも、人のを借りてって壊したら嫌じゃないですか、あるいは取り上げられちゃうとか嫌なので、思い切って作ろうと思ったら、こういうのどこで作ろうって思いますみたいな。塗りと箔と、あと木って言ったら、もう実は神輿なんですよね、あるいは仏壇なんですよ。ですので、これは実は浅草。で、まあ、いっぱい仏壇屋さんあるんですけれども、そういう中の、まあ、一軒で、仕立ててもらった。でそれに際しては、まあ、自分の師匠の剣台を見せてもらって、ここ何センチ何ミリとか言ってですね、角度何度とか言って、そういうのを測って作ってもらった。木工と、漆と、まあ、箔の、そういうような技術が一応いるな。先ほどちょっとお値段をお聞きしてびっくりしました。まあちょっとまあバブルの頃の話でございました。はい、そうしましたらこちらを下を台っていうふうに言ってますね。で、最後に一応下にくさびを、ここもんでも抜けないようにくさびをするんですが、一応くさびをしました。これであのここだけ持っても抜けないんですが、あまりあのこういうふうに持つと師匠とかに怒られまして、なるべく重たいものなのでこういうふうに持つようにって言われてます。で一応こちら時わずの門、あの銀の巻き入っておりますので、でこれで完成です。そうですね、はいはい。でその他にも、小道具が若干、浄瑠璃の方にはありまして、まあ今日はね、はい、そうですね。私のは門が入ってないんですが、普通お持ち、皆様がお持ちのはこういう門がここに入ってまして、お湯もみですね。時わずはあの1段語ると30分とかそういう長いものが多いので、太陽さんが喉を潤すためにこの中にあのお水とかお茶とかを入れて脇に置いております。今空です。こんな感じで。こんな感じですね。門が入ってるとこんな感じで蓋にこんな感じで、一応あの外は一応漆ですよね。漆ですね、多分ね。こちらに置かせていただきます。あとは、うん、白線、白いお扇子なので白線取ります。そうですね、これはあの時わずは三丁三枚と言いまして、お三味線が三丁、一丁二丁三丁と数えますね。で、あの浄瑠璃は1枚2枚3枚3人でやることが多いので、歌い分けをするためにこちらのお扇子を持ちます。自分の歌い場が来ると取るという形になります。で、例えばあの30分ぐらいある曲なので、一番あの誰かが歌うところを喉が詰まっちゃって声が出ないっていう時にお扇子を置いちゃったり取らなかったりすれば、他の人たちがそれを見て、じゃあ私がっていうふうに取る、そうですね、お扇子を取って代わりに歌うとかいう時の、うん、目安にもなっております。地歌の、ね、方はあの引き歌いというね、やっぱりその一つの完結した世界をお一人で作り上げるっていう魅力があったと思うんですけれども、時わずの場合はもう江戸中期
にできた音楽でもそれよりだいぶ後発帯で、まあ、歌舞伎や日本舞踊と結びついてきましたので劇場型なんですね、ある意味。なので表現ももしかしたら地唄のような秘めて何かをイメージさせるっていうようなものよりは、ちょっとなんか非現実の世界にみんな行ってみようみたいなそういうような表現もちょっとあるかもしれない。そうするとですね、登場人物もやたら多かったりですね、するわけです。そうするといかんせん一人では難しくてですね、そして劇場ですのでボリュームもいりますね、声量音量もですね。ですので、少し、人数も多くなると、当然、ここ誰歌うのみたいなんですね。誰もセンス持たない、誰も歌わないっていうのはダメなわけで、もともと決めておくんですね。ここは、誰 A さんが、語る場所って言ったら A さんがその場所になったらおセンスを取ってで、次の人の場所になったら前の人は置いて次の人が取って自分の扇子を取ってと、で斉唱する場面もあるんです。何人かで一緒に、そういう時は同時に取ってと。ですので、何人か並んでいて声のパートの方がいて、あ、誰が今度歌うのかなと思って扇子に手をやったらあの人だってこういうようなことになるわけです。ただしさっきおっしゃったみたいにハプニングがあることもあるんですよね。こういう生 あの舞台ですので、まあ、今日は高野さん何があっても一人でやっていただかなくてはならないので、そもそも扇子も、必要なければあのお湯なんか飲む暇もないわけなんですがそういうことでありますが、ハプニングがあった場合には、まあ、一番のリーダーの真ん中にいる人、その人がダメだったら次の人、ダメだったら次の人というようにですね、支えていって、音楽が途切れないように一つのものになるようにというふうなことでしょうか。そうですね。かね。というふうに思います。さて、じゃあ、今歌舞伎や日本舞踊と一緒に常磐津節っていうのが、まあ、行われてきたっていう話をしましたので、一曲最初の曲をいきたいと思うんですけれども、夕月船頭という曲でして、まあ、夕月っていうふうに言われる作品です。で、これ天保降下の、降下の頭ぐらいかな、ですので幕末に差し掛かったあたりの曲になりまして、10分ちょっとぐらいの曲でしょうかね。そうですね、そんなもんなんですよね。知っているぐらい、うん、で歌舞伎で短いじゃないかってね、もう休憩時間っていうわけじゃありませんで、実はこれが、七変化だから、一人の役者さんがいろんな人物にこう早変わりをしていろんな舞踊を見せるのを、まあ、見てる人は楽しむという、そういう七変化の中の一曲なので短いわけですね。だから10分かける7回早変わりしちゃったら70分ですんでね、まあ、もうちょっと短い曲もあったかもしれませんが、その中の夕月というのを聴いていただきたいと思うんですね。で、これはですね、一応その夕月船頭、どこの船頭さんかっていうと隅田川なので、まあ、お江戸なんですね。お江戸なんですけれども、この季節のお江戸、隅田川というと花火の本来だったら季節なんですけれども、まあ、今年は若干そういうのはちょっと寂しい状況ですが、割と最初の方に歌詞でですね、花火っていう言葉が出てきます。そうすると三味線でポーンポーンというような、まあ、ごく地味な花火の音が2回いたします。まあ、こんな感じみたいなんですね。意外と浮世絵なんか拝見しますと、江戸時代の花火ってそんなにこうね、あの立体的とかも赤や黄色っていうわけじゃなくて、なんかヒューポーンっていう感じのですね、割とおとなしめの花火に今の私たちには見えるんですけれども、当時はまあスカイツリーもなければ高層ビルもなかったし、そうすると黒いね、あの真っ暗な、夜空にポーンと上がる花火が綺麗だったんでしょうかね。でそういうような音が2回したりとかで、もう少しすると、今日さっき雨降りました、降ってませんでしたね。なんかここ数日あの夕方になると危ない天気になりますね。今日まさかの2分間、桃山の駅から歩いてくるときにポツポツ降られまして、若干私雨女でございますが、そういう雨がダーッと降ってくる様子を死のを束ねたような雨っていう言い方をするんですね。あの細い竹を想像してもらえばいいのかな。それがバーッと、降ってきて水面に、パチ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 と水しぶきが上がるような、そういうような死のをつくような雨という雨が降ってくる場面が出てきます。そうすると、そこで船頭さんが、あ、困ったということになるというあたりがある。そ
それからお江戸の船頭さんなんですけれども、その後歌舞伎得意のワープをしましてですね、思いを巡らすのがなんと淀川なんですね淀川だんだん近づいてまいりまして、で、淀川のね、あの三十石船っていうと、まあ、若干大きめのお船ですよね。で、の、まあ、場面が出てきまして、そこに思いを馳せるんですね。で、そのうち気分が良くなってなんか飲んじゃうんですよね。お酒飲んじゃうよね、これ。お酒飲んじゃうんですよ。で、お酒飲んで、どうなったかというと、ようて伏見へ。管巻き綱よとこうなってきて、若干また近づいてくるという構成になっております。で、その後また思いを淀川に馳せてたんだけど、また歌舞伎のあるあるでハッと割るように帰っちゃうと、祭り林が聞こえてきてパーッとそっちに行って終わるという曲でございます。そういうなんだか非現実なんだけどなんか面白いというような作品かなと思いますね。で、時は潰しがちょっと地唄と雰囲気が違うとすれば、そういう芝居と絡めたような展開がポンポンとあるようなところ、それからセリフがあります。この夕月船頭の場合はそんなにセリフは多くないんですけれども、まあ、ちょっとあれこれメロディーなかったよね、セリフだよねみたいなところがあるかもしれないのでその後もあたりもちょっと気をつけて、お聞きいただければ幸いです。では、少し準備をいたしまして始めます。準備をしていただいている間に、この歌本こんな感じです。字が書いてあって、あの本当はあの何にも書いちゃいけないんですけど、私はちょこちょこっと印をつけてます。ね、本来何も書かないで、あのこの字を見て歌うっていうのが本当の形だそうです。で、あの昔のお三味線弾きの先輩方もあの皆さんこの歌本があの今譜面を置いたりしますけど、歌本が譜面の代わりだったそうです。ちょっといろんなものいじってるなと思って気になってる方は後でお説明をいたします。時は潰しで夕月船頭です。おいいよ。夕月
き淀川の流れを渡る木山寺は木も幅広な聖面締めて結んだ鉢巻Oh.
天界な明け天界な お隣さんもしお家かお宿かおるさんかいないのにトン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 叩いてもじれたいではないかい。時和ず節は江戸生まれ江戸育ちの音楽なんですね。なんですけれども、季節して、まあ、若干偶然選んだんですが、まあ、伏見とギリギリつながりましたという曲でございます。で、普段だったら多分この次の話っていくんですけど、今日はおかわりっていうことでですね、おかわりってわけじゃないです、復習でございます。花火がポーンとなったのをお気づきになりましたかね。地味な花火、松川からいけるか、松川花火や、あ、地味っていう地味なんですけどね、待ち遠しい花火がポンポンとなりましたのがこれでした。そして、それこそワークショップのようなことで、初めて三味線を触りましたっていう人にはやっぱり開放弦からお教えするんですけど、そのうち左手暇なんですけどってなりまして、どっかポジション勘どころを抑えたいってなると、まあ俗に4番とかっていうふうによく使う勘どころが1個ありまして、そうすると2の糸の開放弦と
3の糸の4番っていうのが1オクターブになるんですけど、そうすると、まあ、いわゆるクラシックをやってる人も、ああ1オクターブだ知ってるみたいな形でですね、それをあの音で掴んでくれるんですが、まあ、これ使って何かできないのってなるんですね、ポジション1個でできる曲っていうか場所っていうとこれです。これさっき出てきたんですが、これは佃っていうふうに言いまして、今でも佃っていう地名が、東京にありますけれども、佃煮の佃でございますが、まあ、あのそこに由来してるとかって言うんですけれども、このこれが一つの、まあ、水の流れといいますか、山というですね、これが2つ3つというふうに水のこう流れを表しているとも言われています。で、今隅田川の結構河口に近い方なので、海も近いということで、このパターン、音のパターンが出てきて、それで、まあ、あのあこれ、水が流れてて、川で、ジャチリジャチリちゃんジャチリジャチリちゃんっていうのが、あ流れてる流れてるって思うんですが、さっき、お話ししたように、ここ雨が降ってきてる場面でして、ですんで、まあ、ゆったりとですね、天気がいい感じだ、もう、いい感じってゆったりっていう風だったら、こんなゆっくりでいいわけですね。いいんですが、今は雨降ってきちゃいましたんで、おーい鳥かじって言ったら、船頭さんたちがもう船をあ大変大変っていう風に混雑してる中を、動いてる様子がここで当たりやすってこの後出てきますね、はい、そんなことで船当たっちゃうよっていうようなところですね、なので、佃の早いパターンがここに出てきましたっていうおかわりをして、まあ、伏見は皆さんさすがにお気づきになったかなというところですけども、管巻き綱よって管を巻くというのと巻き綱ですねっていうのを掛け言葉にしたあたりに出てきましたが、その前に、杯開けちゃってますんでね、酔っ払ってる感じになるので、ちょっとヨーロヨーロして、よい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 の雨というふうになる部分でした。咲いた杯からできるかな、はい、うっかりすると調子が結構ね変わってるんですよ途中、転調ってやつね。押さえてすけりゃよって伏見へ札巻き綱よ、こうしたところは千両松よいよい、まあ、最後の屋台林にっていうのは、なんでここでもういきなりですね、船頭さんの船ほっぽり出しちゃったかなみたいな形で屋台林が鳴ってくると、江戸っ子はですねもう黙ってられないんですね、仕事どころじゃないんでもそっち行っちゃいましたって言ってパーッと終わってしまうという感じでしたでしょうか、はい、屋台林やっときますか、おかわりますやたいばやしにそやされて浮かれ浮かれ、走り
というふうにパーッと言ってしまいましたという曲だったというおかわりでございます。いつもはこんなことまでやってしつこかったかもしれないんですけど、なんか時は潰してこういう短い、曲の中にも、登場人物が出てきてですね、自慢げに船歌歌ってみたり、なんか酔っ払ってきちゃったり、恋人のとこ行って振られてるっぽいぞこいつ、トントンやっても出てこないぞとかですね、かと思ったら、屋台話が聞こえてきたらもうそっちにパッていっちゃうっていうようなですね、ストーリーというか風景が音からなんかこう見えてくるような、まあ、魅力があるんじゃないかなというふうには思います。さてじゃあちょっと一回ここで三味線を置かせていただきまして無形文化財の研究なんていうふうに言っていただいちゃって恐縮でございましたけど、皆さん多分三味線っていう楽器にご興味があって、ここに運ばれて足を運ばれてると思うし、見てくださってると思いますので、あここにこんなものがあるからちょっと説明しちゃおうかなというやつですね。私たちは、まあ、三味線音楽に関わってますし、他にも日本の伝統芸能っていろいろあるんですけれども、それを演奏したり、まあ、演技をしたり踊ったりする方って結構脚光を浴びる機会がなくもないと思うんですね。で例えば、まあ、人間国宝の誰々先生なんていうとですね、まあ、国の宝よというようなですねスポットライトが当たるわけです。なんですけれども、その人たちも例えば私たちはこの剣台を作ってくれてるところがなくなったら明日からみんなこの譜面台になるわけですし、楽器作ってくれる人がいなくなったらエア三味線になるわけですし、お琴だって同じですし、音楽だけじゃなくって、じゃあ、おのおのですね、して方の人のお装束もう一切作れませんってなったらこれ困っちゃうわけですよね。でそういう意味で言うと、その舞台の上あるいは実演家っていうのかな、そういうところで、脚光を浴びてる人たちをすごい支えてくれてる技があるっていう研究に最近ハマっておりまして、そこをやれと言われたわけじゃないんですけれどもハマっておりまして、こんなのを出してるんですっていうのをあちらに置いています。これ最初は琵琶で、琵琶も全然分かんなかったんですけど、これ1から10まで一人で作り上げるんですよね。分業じゃないんですね。でそれがすごいなと思いました。丸太切るところからですからね。で細部を作るまで。でそういうような、まあ、技に支えられて、琵琶の音楽はあるし、でその琵琶法師の人が始めたという三味線でもあるわけですが、でもしかしたら三味線に興味がある人はこういう駒に興味があるかもしれないです。もちろん象牙だけじゃなくて、ここわざわざ象牙駒って書いたのは象牙の駒だけじゃなくて、まあ、いろいろな水牛の角だったりとか、絨毯の方ですとかいろいろ鉛を仕込んでなんてお話もありました。うん、でいろいろあるんですけれども、その中で、まあ、象牙の駒を手彫りできる人っていうのがほぼ一人しかいないんじゃないかなと思うんですよね。で、そういうことってなんかよっぽどのことがないと知る機会がないから、ある日駒できませんって言われたら私たちどうしましょうって思っちゃうんですね。で、その駒ってそんな作るの大変なのって思うんですけど、まあびっくりするぐらい駒っていろいろな種類が象牙駒に限ってもありまして、これ私の今日駒かけてるのがこれ以外に1枚今使ってるのがあります。こういうふうに全部時和図の象牙の駒なんですけれども、高さが1輪ずつ違ったりします。1輪ずつで、今日は1丁1枚という形で女性の方が語られて、だいたいこれぐらいの音域だからこれぐらいの糸をかける、それに、合った見合った高さの駒っていうふうに選んでいきます。でもしかしてこれが3丁とかでね、三味線も3人います、大先輩がいて私端っこにつきますってなったら先輩より高い駒なんてもちろんかけない、低い駒をかけます。から例えばすごいぶばった曲、まさかどみたいなですね、ぶばった曲、武士が出てくるようなですね、そういう曲を弾くときはやや高めの駒をかけたり、あるいは真珠道を聴き物だともうちょっと違う音色がいいから低めの駒をかけたりっていうようなことをしたりします。でこんなここだけで見せてるとちょっとね、あのカメラでせっかくアップにしていただいたんですけど、今日ここに来た人限定でとか言っちゃってですね嘘ですけど、写してもらって全然いいですよ。ですけれども、どういうふうに駒が違うかっていうのは、これ精緻にできてるからどっちが開くのか分かんないんですけど開こうか。駒を回しますね。
これ全部象牙の駒です。裏見ると 4.1 とか 4.1 とか 3.5 って書いてあるんです。でそれが4分1輪の高さ、4分1輪の高さ、3分5輪の高さ、3枚入ってます。自由に出してみてください。でよーく見て、まあ、明らかに幅が違うとか高さが違うっていうのもあるんですけど、4分1輪と4分1輪の駒、どこが違うか分かる人がいるかな、まあ、分かんないくても全然いいんですけど、そんなことを楽しみながらちょっと透かしてみたりなんかしながら、こんなの手でやってるのっていうのを見ていただけたら嬉しいなと思います。向こうが透けるぐらいに薄い部分と、そうじゃなくてしっかりこう峰が出てるといいますか、ような部分と、もちろん素手で触ってください。大丈夫です、先生、大丈夫です。それを延々ですね、ヤスリのヤスリで削っては、徳砂とかで磨いて、その後また目の細かいヤスリで やってんの、そのまた細かいのを消すために磨いてというのを延々やってらっしゃるんですね。そうやって手で作られた駒を私たちは、使わせていただいているんだなというふうに思いました。もちろんね、造形っていうのはあのワシントン条約で、輸入できないので、それ以前に輸入されたものの在庫を大切に使ってるんですね。でそういうこともありますので、そういうふうに限りあるものだったらなおさらあの丁寧に多分作ってくださってると思うから、それ私たちは丁寧に使わなくちゃいけない、そのおかげだなというふうに思います。バチももちろんそうです。ということでちょっと回させていただきつつ、次の話題に行くけど構わずゆっくり見てらしてください。もう糸ですね。糸のお話もしとこうと思います。日本の弦楽器はまあ基本的に絹の糸なんですけれども、でも絹の、例えばお着物とか、あるいはまあ洋服とかと違って、蚕から糸をこういただくわけですけど、その時に熱するお湯の温度から洋服用とこの楽器の糸用は違うんです。その温度が低いんですね、楽器の糸は。であんまり高い温度でわーって繭を煮てしまいますと、粘りがなくなる、セリシンっていう物質がなくなって、そうすると音色に影響があるって言われてる。だからそこからしても、特殊な技がいるわけなんですけれども、そうやって作られた糸を私たち使っていますけれども、1の糸、2の糸、3の糸で太さが違うっていうのはもちろんご存知な感じですね。大丈夫?1 の糸っていうのが一番低音域を担当しますが、太いですし、まあ、寄り合わせている糸の数も多い、本数も多いんですね。2の糸、中ぐらいの音域のは、まあ、中程度の数ですし、太さも中程度。3の糸はさらに細いということになります。で、3の糸一番細いからよく切れちゃうんですよね。で長唄の人方がおっしゃってたように思いますけど、普通は1曲弾いたら3の糸を変えるんだよっておっしゃってました。なので私も若干怖いです。この後切れたらそこで糸替え章をやりますね。で、怖いので舞台の上では三味線の3の糸、大抵絹糸をまだ使いますね。だけれども稽古の時はテトロンの糸なんていうのも使っています。でも、テトロンの糸なんて触ったことありますか？全然なんかもう見るからに違うし、触っていただいてもいいんですけれども、全くもって違います。だけれどもそれでもやっぱり最初に手ほどきとしてね、三味線を始めるときに、あれすぐなんか糸切れちゃうからやりにくいよなっていうよりは、テトロンの糸でお稽古していただくのもいいかな、そういうような研究もですねされてるし、もちろんこれは出回っているものですので、おことなんかね、もう絹の糸を張られる方の方がほぼいなくなってしまいましたから、そういう意味でもだんだん代替材料というものに変わっていくことがあるのかもしれません。で今コマのお話から糸のお話に行っちゃいました。あとこのパンフレットで言っちゃうと、あと三味線に関係あるのはこれだなんですけどね、太棹の三味線。これは私たちが使っている三味線は中棹、中くらいの太さということで中棹の三味線と言いますが、義太夫節とか今の津軽三味線は太棹の三味線ですよね。で太棹の三味線の皮を張る専門と、それが得意っていう方がいらしたんですけども、まあ、残念ながら割と最近お亡くなりになってしまって、非常に
そういう意味でも技術の継承が難しいです。例えば歌舞伎にも義太夫節の三味線って竹本っていう形でしょっちゅう使われてますけれども、その竹本の人たちの三味線の 99% ぐらいはこの方が張ってたんですね。なんですですので歌舞伎が開くよってなるとその前にもう、ひっきりなしに胴の部分だけがですよ、これ穴がち嘘じゃなくて胴の部分だけがバンバン送られてくるんですね。他の竿はいらないのっていう感じなんですけど、胴だけが宅急便で送られてきてまして、この職人さんのところに行くと胴がわーっと積んでありました。ってことはですね、そういう胴に皮を張って音試せないってことなんですよね、竿がないからそういう世界なんだそうです。でももう手が覚えてるっておっしゃってました。こういう風に貼って、あの所さんだったらこれぐらいのコマをかけるからこの針で OK っていうのが全部つないでみないでも分かるっていうような、方がいらっしゃったんですけど、こういう技術は、ちょっとこの方自身は残念ながら、おられなくなりました。そういうところで少しずつやっぱり技術に支えられてるっていうことを意識することも大事かなというふうに思ったりしています。ちなみにこの方は名古屋にいらした方で、京都つながりで言いますならば、まあちょっと今日の三味線とは関係がないですけど、雅楽の楽器ですね。雅楽の楽器で笙という、まあ吸っても吐いても音が出るっていう言い方はあんまりでございますけれども、竹管をねこう刺した形で、まあ演奏する管楽器ですけど、これを作る方がいらしたんですけど、この方京都の方でした。でしたっていうことは昨年実はお亡くなりになりましてというようなことがあちこちで実は起こっています。この方も京都つながりです。調べをこれだけ見たらね、どうしたったのこの工事現場のロボじゃあるまいにって思われるかもしれませんが、裏を見ればわかるんですが、これデザイナーの方がかなりのハイセンスな方で、すごいかっこいいパンフレットを思いもつかぬようなやり方で作ってくださってるんですけど、調べをといいまして、鼓とかね大川の、まあ、胴とその皮の部分をこう縛り付けるといいますかね、部分の調べをっていうのを専門に作ってる方、京都の方です。つい先日もお話をしましたのでご健在でいらっしゃいますけどね。でもなかなかもうお年を召している方、そういう方がもう本当に、日本の伝統芸能を支えるために頑張ってくださってるっていう側面がやっぱりあるなって思っています。最初にご紹介した琵琶の職人さんはですね、琵琶の専門店って意外にないんですね。実は専門店としてやってるところは多分1軒です、東京です。でそこ の, ご子息なので、まあ、まだ50代ですのでこれから頑張ってやってくださると思うんですけど、さっき言ったみたいに琵琶って、三味線のその胴だけを送ってきてそこだけ張り替えることが得意っていうのと違って、1から10まで1人やるってことはですね、それを全部、修行をして身につけるのにすごい時間がかかるということの裏返しでもあるんですね。で逆に三味線の胴の皮を張るのが得意、竿を作るのが得意、駒を作るのが得意っていうふうに分業しているとどっかがストンとなくなったらこれまた全体ができなくなる、ね、駒のない三味線になる、竿のない三味線になる、胴のない三味線になるという意味で、まあ、それぞれ技術の継承ってやっぱり目を配っておくことが大事なのかなっていうふうに思っているうちにだんだんハマってきてしまったのが、こういうことの調査なんですね。もしご興味がおありでしたら、パンフレットお持ちになっていただきたいと思います。これ実は、デザイナーの方すごいかっこいいデザインをしてくださるんですけど、まあ、名前を出さない、この、文章とか書いてるのも、まあまあ、若干私だったりもするんですけど名前出さない、出すのは職人さんの名前だけっていうふうな、ことでやっています。そしてこれはネット公開を絶対にしない、これは手に取って触ってほしい紙質らしいんです、らしいというかそういうこだわりもちょっとあって、それで8ページで見てほしい、スクロールするのではなくということなので、もちろん非売品ですので、関心のある方はぜひご連絡いただければ、どんどんお分けしたいものではあるんですけど生で手に取ってくださいという類のものです。で今年もこれを出そうって言って毎年1冊か2冊かしかできないんですけれど、今年は今2冊作ろうとしていて、一つはもしかしたらご存知の方もいるかもしれません、東京和楽器
ていう楽器の、が廃業になるという、非常にショッキングなニュースが新聞とか報道で流れまして、これは三味線のメーカーさんといって三味線屋さんじゃないんですよ。なので、あ、三味線、東京和楽器っていう三味線屋さんが廃業するのはなんでそんな大騒ぎなのって言われるんですけど、そうじゃない、三味線屋さんに、いわば卸している大元のところ、皮を張る以外のところをほぼ全部やっているようなメーカーって、多分私が知るところで日本に4件ぐらいです。そのうちの多分最大手と言っていいであろうところが廃業になるということで、実はすごく大きなニュースになったんです。で、そこに、調査にずっと行ってまして、それで頑張って、この同郷和楽器のなんかやっぱり挑戦という形でやっぱりやってることが、廃業ということでね、注目されちゃったけど、そうじゃなくて、なぜメーカーがそういうふうに生まれてきたのか、どうしてそこを機械化して、そこは手作業でやって、その連携がこんなにすごいのは何なんだろうっていうことに、なんかすごく心を打たれたので、廃業しちゃう残念記念とか、そういう問題ではなくて、やっぱりすごい技を持ってるんですよね。だそういう意味で、東京和楽器の挑戦みたいなの一冊。もう一つは、おこと。おことを、1から10までやはり手作業で作られる方がまだいらっしゃるので、そういうことにまた注目して、ちょっとずつ、かっこいいかなと思えるような人たちの、かっこいいかなと思えるようなパンフレットをまた作っていきたいというふうに思ってます。そんなことをやってるのが、さっきご紹介いただいた無形文化財の研究の、一部なのかなというふうに思っています。今日楽器にね、特に三味線だと思いますけれども、関心をお持ちの方が多く、いらっしゃると思いますので、そういうようなところにもちょっとね、思いをいたしていただけると、とっても面白いです、深いです、素晴らしい世界がありますので、そのことを一言申し上げたいと思います。さあ、で、喋っているとだんだんにまた次のことに行きますか。はい、はい、ありがとうございます。次にですね、演奏させていただく曲はですね、羽衣、松の羽衣という、曲なんですけれども、これは譜面をね、さっきちょっと、はい、高野さんが夕月のを見せてくださってましたけれども、羽衣バージョンもやはりそうです。で、どなただったっけ、地唄の方だったっけ、おことの方にもなんか楽譜見せてくださいなんてやり取りがあったようなことを見たかなと思うんですけど、三味線は本当はって今日アンチョコを置いてますけれども、本当はアンプです。で、三味線はどうしてるかっていうと、手書きのっていうのは、時和ず節屋の、まあ正直申しまして、そんなに人口が多くないんです。ですので、例えばこれが、長唄さんとかだと、出版されているような楽譜があるんですよね、あと清本なんですけど、時和ずはごく数曲が、楽譜としては出版されているのみでして、あとはこういう歌詞が書いてあります、あとは自分で印をつけてねというタイプのものしかないんですね。ですので、三味線の場合は、まあ昔はお稽古の時に録音機なんて置けませんでしたけど、今は IC レコーダーとか、ね、iPhone とかでピッてやって、撮らせていただけたりするので、それで先生の、まあ、演奏を、起こす、いわゆる再譜をするということが、もう三味線を習う場合に今時和ずでは最初の、難関になっていると思います。で、まあ、私の場合はこういうふうに縦で書いていますけれども、三味線とその浄瑠璃の声のパートがどのタイミングでどういう音で入ってくるかなっていうのは自分で聞き取ったのを書いて覚えるっていうようなことをしてます。みんなそれぞれです。ですので、棋譜の体系も縦書き横書きもありますし、そもそも漢数字しか使わない、いろはしか使わないとかですね、棋譜の体系システムそのものがいろいろあります。なので、まあなかなかに、字の違いとかも こんな感じだったり、はい、見えるかですね、いろんなバージョンがあります。これはちょっとまだ読みやすいんですが、まあ鑑定流みたいな感じですね。そんな隙間なく書かないでっていうようなこともありますね。回した方がいいですか、これも一応。今回して大丈夫だったら、じゃあ、はい、すいません、歌はコピーで歌います。これも現実。切れちゃったんで、これ、進めちゃうんですけど、本体はこう
ご自身でね筆で書かれる方ももちろんいらっしゃいますね。そして、まあ、松の羽衣、これは実は明治も後半になって作られた曲でして、ある意味新しい曲と言ってもいいかな、でも昭和ももうだいぶ遠くなりましたんですけれども、割と新しい曲と言っていいんだと思います。で、タイトルから分かるように、おのおの、ね、羽衣に取材をしていますので、今回この一連のイベントの最後の方にでしたっけ、羽衣待っちゃいますみたいなのがあるようなお話もちょっ と、聞いてはおりますが、地唄の、ね、方の、音楽は寛容な音楽っていうふうにおっしゃっていて素晴らしいなと思ってたんですけど、私これまで常磐津節をね紹介するとき中庸の音楽というふうに言っても中棹の三味線でして、テンポもすごい速く華やかに長唄のように弾くところはあんまりないんですよね。かといって義太夫節の太棹の三味線のようにズドーンというああいう重さもあんまりなくて、まあ中庸なんですよ。なんですけど中庸ってそうかと思ってね、領県が広いのかもしれないとか言ってみたりなんかしてですね、さっきのように江戸っ子の、まあ、銭湯さんを、まあ、題材にしたものもあれば、松の羽衣も羽衣から取ってきたよと、いうことで、今度は歌い係と呼ばれる、要するに歌いっぽくここを声のパートの人やりましょうという箇所が結構出てきます。それがこの羽衣の特徴の一つ。それからもう一つは、さっきよりも断然セリフが多いですね。まあ長いし断然でもないですけど2人出てくる、はい、登場人物が倍になりますので、ね、まあ当然白龍と、はい、まあ、天女はいるので、2人の本当だったら2役なんだけど、それを1人でやっていただくで、やっぱり随所に歌いがかりと呼ばれるおのを意識したような声のパートの部分、浄瑠璃のところがあるんじゃないかなと思います。しかし新しい明治の後期の作品です。松の羽衣、はい、通称羽衣をお聴きください。
さては天女にましますかや、よきものえたり、とうち喜び、返す景色も、なかありけぬ。
やがて小松の
白やかえなる香り花ふりて花の葉ごろも吹き返す
時間もぴったりな感じで、はい、ありがとうございました。もうすごい最後天女があの空に舞い上がっていくところなど本当にすごい素晴らしかったと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。トキワズの、トキワズ高野さん、そしてトキワズ塩さんでした。どうもありがとうございました。